なあ、ショーはオンラインゲームやってるかい？やってるよ。ロールプレイングゲームにアクションゲーム。そりゃいいや。携帯でオンラインの釣りゲームができるんだけど、やってみない？いいね。釣りが大好きだから、ゲームでもやってみたかったんだよ。サイバーの無料という誘いに乗って、ショーは釣りゲームを体験することになりました。オンライン携帯ゲーム、無料で遊べる湘南釣りゲームで遊ぼう。まずは名前を入力してスタートボタンをクリックします。ゲーム内容の説明画面が表示されました。魚を釣ったら点が入り、それを友達と競うゲームのようです。閉じるボタンをクリックしてゲームを開始します。現在の使用アイテムは竹製の竿、初心者使用リール、小型ルアーとなっています。海へルアーを投げてみます。ヒットしました。やかんが釣れました。5点獲得です。再チャレンジします。海へルアーを投げます。ヒットしました。バケツが釣れました。5点獲得です。再度海へルアーを投げます。ヒットしました。長靴が釣れました。5点獲得です。なかなか魚が釣れないので、使用アイテムを変更することにしました。アイテムショップへボタンをクリックします。300ポイントでカーボン製の竿を入手することにしましたが、ポイントがありません。ポイントを購入するために携帯電話会社のサイトに行きます。1万ポイントを購入することにしました。4万円が課金されます。パスワードを入力し、ポイントを購入ボタンをクリックします。購入したポイントでカーボン製の竿を入手します。同様に200ポイントでルアーも中型へと変更しました。画面をクリックしてゲームを再開します。現在の使用アイテムはカーボン製の竿、初心者使用リール、中型ルアーとなっています。海へルアーを投げます。ヒットしました。アイテムを交換したおかげでサンマが釣れました。50点獲得です。ここで湘南釣りゲームの中間成績が発表されます。なんとワースト1はショー。得点を競っていた友達に大きな差をつけられてしまいました。このままでは勝ち目がないため、より高性能なアイテムを手に入れることにしました。アイテムショップへボタンをクリックします。5000ポイントでリールをプロ仕様に変更します。同様に4000ポイントでルアーも大型へと変更しました。画面をクリックしてゲームを再開します。現在の使用アイテムはカーボン製の竿、プロ仕様リール、大型ルアーとなっています。海へルアーを投げます。
ヒットしました。ついに大ヒラメが釣れました。5000点獲得です。再度海へルアーを投げます。ヒットしました。カツオが釣れました。6000点獲得です。海へルアーを投げます。ヒットしました。なんと海賊の財宝が釣れました。15万点獲得です。ここで湘南釣りゲームの最終成績が発表されます。結果発表ボタンをクリックします。おめでとうございます。優勝です。見事に優勝することができました。しかしその1ヶ月後、アイテム交換用に購入したポイントの料金が携帯電話料金と一緒に請求されました。1万ポイント購入した分の4万円が請求されています。いやー、無料のはずだったのに4万円だって。優勝できて楽しかったのはいいんだけど、どうしてこうなっちゃったんだろう。どうしてって、自分で4万円を払ってポイントを購入したからでしょう。ゲームに夢中で覚えてないなんて言わせませんよ。何も買わなくたって無料で遊べるんだから、私は嘘はついていないね。無料のはずが高額請求、オンラインゲームによくあるトラブルね。かなこ先生、反省してます。広告では無料が強調されていても、利用者がそれを意識しないまま購入の決定をしてしまうことが問題なのよ。また意識はしていても、有料のアイテムがゲームの攻略に必要だったり、かっこよかったり可愛かったりでついお金を使ってしまう。後で請求書を見てびっくりでしょ。そう、つい有料のポイントを買ってしまって。有料のアイテムなどを購入するときは、よく納得した上で申し込むこと。有料の表示が利用者には分かりにくいサイトもあるから、自分から注意する必要があるわね。それから通信費も要注意。ゲームは無料でも通信費は必ずかかるので注意すること。通信費にも気をつけないとな。携帯電話の契約内容を確認しないと。消費生活センターには無料オンラインゲームに関する相談がよく寄せられるんだけど、当事者の年齢が20歳未満のケースが多いのよ。中でも小学生の割合は半数近くを占めているわ。子供はアイテムを購入するときに使うポイントにお金がかかるってことに気づかないこともあるから、ゲームを始める前には保護者の許可を得てから契約するようにした方がいいわ。ゲームの楽しみ方やお金の使い方を相談しながらね。保護者の方も利用規約やゲームのシステムをよく確かめておくことが大切よ。無料でゲームができるなどと友人などから教えられても、始めるときは今の注意点を踏まえて慎重にね。わかりました。ゲーム上で知り合った人に個人情報を教えてしまい、身に覚えのない請求や勧誘のメールが届くといったトラブルもあるわ。オンラインゲームは利用者同士で交流できるものもあるけど、トラブルにならないよう気をつけなきゃな。そう、お金のトラブルになったり、ゲームに夢中になって一日中やめられなくなってしまったりと、深刻な問題につながるケースも少なくないの。どんどんゲームに夢中になってくださいよ。末永く稼がせてもらいますからね。無料オンラインゲームでトラブルに遭わないためのポイントは
次の3つよ。1、始めるときは無料でも進めていくうちに有料のものが含まれていく場合があることに注意。2、通信費がかかることを知る。ゲームの料金とは別に通信費がかかることにも注意。3、未成年者が利用するときは保護者と相談する。保護者も利用規約を確認するなどゲームの内容を確かめる。それからアイテムを他のユーザーと現実のお金で取引することはトラブルの元になるだけでなく、多くの場合はその行為自体がゲーム会社の規約で禁止されているから注意してね。はい、もしオンラインゲームでトラブルにあったらどうすればいいの？トラブルにあったかもという場合は、身近な消費生活センターにつながる消費者ホットライン0570-064-370 へ相談してください。オンラインゲームを利用する前にどんなことに料金がかかるかを確認して納得した上で楽しむことがトラブルに遭わないための秘訣よ。